はい、皆さんどうも K です、今回ですね、またまたサブチャンネルやってきましたということで、これですよね。これ今なかなか買えないんじゃないかな。 NZ クローラージュニア、 NZ クローラージュニアをまあ、なんとか買えたんでね、買ってきましたよということで、あとねこれも買ってきました。これフックね、ちょ、これはまた後からやろう。あとこれスプリットリングね、これも買ってきました。これは後からやるとして、まずこれよね。ね、時系列的に言うと多分 NZ クローラージュニアの発売ぐらいに、おそらくメインチャンネルの方で NZ クローラーで、でかい方ね、もちろん高山ダムでいいバスを釣ってる動画を上げたと思うんですけど、まあ当然ながらね、時系列的にはもっと前なんですよ、撮影したの。1ヶ月近く前じゃないかな、おそらくね。で、これね、この NZ クローラー、ん ?1 ヶ月前じゃないかな。いや、まあいいや。まあそれよりももちろん前なんですよ。なので、この NZ クローラージュニアが発売する頃には、NZ クローラーまあいいなとなってたんですよね。釣れちゃうルアーが好きになるっていうあの現象、まあ当然かかってまして、 NZ クローラーいいなと思ってるところに出たんですよ。で、全然知らなかったんですよね、ジュニアが出るとか、そういう情報は。ただなんかツイッターで回ってきて、あ、こんなのが出るんだということで、大阪の釣り具屋に電話しまくりまして、あるよというとこがあったので、仕事終わりに行ってきまして、無事確保できたということで、今回ね、一番欲しかった、あ、ごめん、ちょっと埃ついてるかな。一番欲しかったこのカラーね。これが買えたんでよかったかなと。なんかブラックが人気だったらしいんですけど、僕はこのカラーが一番欲しかった。なんでかというと、NZ クローラージュニアって、まあもともとね、NZ クローラー自体が結構可愛い感じのね、顔をしてるんですよ。ほら、上から見てもほら、可愛い感じでしょ?で、ジュニアになってさらにまあちっこくなるんで、より可愛さが増す感じじゃないですか。なので、おもちゃっぽい、いい色がいいなということで、この色が一番欲しかったんで、ちょうどよかったかなと。じゃ早速ね、開けていってみようかなと思います。さて、いきますよ。よし。おぉ。これは一緒だね。あ、これ NZ クローラーに関して、ジュニアに関してはこれ、NZ クローラーと違って、ここが、なんか、ガードされてないというか。まあいいや。どうでもいいよ。ちょっと気をつけて開けよう。よし。これ取って。うい。うわあ、かわいい。これですよ。めちゃかわいくない ?NZ クローラー。うわあ、めっちゃかわいい顔してる。これ。痛い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 。針痛い、針痛い。これ重さ何オンスあるんやろ。ちょっと結構のしかかると、これピアストレーブルかなんかでしょ。刺さるわ。危ない危ない。自分にぶっ刺さる。かわいいわー、これ。これが手みたいでね。こんな感じの。ちょっとかなりチャーミングな見た目なんですよね。これね、これがいいよね。重さ書いてないなぁ。まあでもそんなに重くない。これ正直。ワールドシャウラのもう2番で投げられると思う。1オンスあるかないかぐらいじゃないこれ。思った感じ。どうかな ?1 オンスはあるかもな。これね。ちょっとね、トップが釣りにくい時期になってくるんで、出るかな。でもまだまだ出せるとは思う。多分11月下旬ぐらいまでは出ると思う。コアな人はね、冬でも出すんですけど、よっぽどじゃない限り、普通の人はやらないんで、そういう釣りは。
まあ出ても11月末までかなっていう感じなので、まあそれまでにできればこいつで一本釣りたいなと思います。なんか淀川とかに行ってこようかな、手軽に近いんで。これいいわ、これお気に入りになりました。あのまだ使ってないけどもかわいい。でもう一個ね、これね、買ってきたんだけど、これなんで買ってきたかっていうと、これこちら、これもう無敵のサムルアーズ、これむちゃくちゃ釣れるんですよ。こちらチャンク、これクランクベイトなんですけど、割とねナチュラルなクランクベイトで、こうあの重りも、重りっていうかあのラトルもカチャカチャうるさくないタイプで、すごいよく釣れる。もう使い込んであるんですけど、こういうクランクがあって、これの針をちょっとつけようかなと。でね、この間のシーバス調校、なんか賛否両論いただいてましたけども、あの干潟にはまってえらいことになったっていう動画、あれでね雨浴びて錆びちゃったんですよ。で錆びちゃったんで、スプリットリングと、ガマカツのトレブル RB、 これをつけて、ちょっとパワーアップしようかなと。でスプリットリングは正直もうちょっとなんか強そうな銘柄、ボンバだとかなんかそういうやつが欲しかったんですけど、どうなのかな、バレーヒルのやつ。まあ悪くはないと思う、平打ちタイプなんでそんなに弱くはないとは思うんですけど、これをはめていきたいなと思います。サイズもまあまあ適当ですね、だいたいこのぐらいのはずで、まあ、もしバランスが悪かったら、あの、調整すればいいだけの話なんで、そこはもう感覚でやっていきます。まあ、基本ルアーフィッシングって、そういう遊びの要素も、やっぱいるんでね。これ、ペンチは、これね。これいいですよ、邪道の。ちょっと、若干高かったと思う、このペンチ。2000、3000弱、そんなしたかな、結構するはず。安いペンチではなかったと思うんですけど、これ見えるかな、これこれね、非常にこうピッと見える、開けやすいんですよスプリットリングを。だからこういうのにあのはめるのがすごくやりやすい。ちょっと今一回失敗したけど。はい。すぐはまります。ただね、現場に持っていくのは、あの、僕は、これじゃないやつを持ってってます。なんでかっていうと、ちょっと重いんですよね。重いから、別のやつを、もうちょっと軽いやつをね、持ってってます。まあ、現場でも全然使えるけどね、これ。はい。くっつけていきますよ。グイグイグイと、OK、まあちょっとフックは問題ないんですけど、まあでもスプリットストリング引きちぎられるっていうのは、まあ、なかなかないとは思うんで、まあ、その辺はあんまり心配はしてないんですけど。チャンクは、フック。これが、両方とも同じサイズだったと思うんですよ。の、8番だったかな？うん、8番だね。8番です。その8番を、くっつけていきたいなと思います。で、これフックの向き注意しないといけないんですよね。はい、差し込んでいきます。で、これトレブル RB はね非常にこうつけやすいんですよね。よし。で、向きはこんな感じ、見えるかな、これわかる、こういう感じ見えるかな、わかる、こんな感じです。ちょちょちょ、後ろに2つ針先が向いてて、前は1つっていう、こういう
付け方。これが一番バランスいいみたい。まあ、チャンクの場合はね。これが、逆についてるルアーもあるんですよね。チャンクはこの向き。てか、基本この向きなんですよね、ルアー。大体この向きでついてます。はい。つきました。こんな感じ。ちょっとスプリットリング浮いてるな。ちょっとスプリットリング浮いてますね。これしかなかったんですよね。あんまり種類がなくて、釣り具屋さんに。まあ、いっか。とりあえずこれで使ってみよう。ね。これ。かわいいよね。これもかわいいんですよ、チャンクも。ほら、小豆みたいでしょ、なんか。豆みたい。じゃあ、これにつけていきます。ちょっと作業しよう、作業。こちらもできました。こんな感じです。これね。これが、こっちの方がスーパーシャローランナーっていうやつ。で、こっちがシャローランナーっていうものですね。こっちはめちゃ浅い。30センチぐらいかな、水深。かなり浅いレンジを巻いてこれるやつ。で、こっちはちょっと深め。50、60、そんぐらいかな。ラインにもよるけどね。これ。この2つをちょっと使い分けていこうかな。で、トレブル RB ね、これ。これ本当に僕大好きな針で、ずっと使ってるんですけど、これ、スプロート弁当のミディアムヘビーを今回つけました。で、ミディアムヘビーなんで、多少、淀川で違う魚種が来てグイグイってされても、ベイトでね、ガチンコでやり合っても、まあまあ大丈夫だと思うんで、ちょっとその辺は信頼して使っていけるんじゃないかなと。で、バランスが悪ければ、フックサイズを落としたりとか、スプリットリングを変えたりとか、まあ、その辺で調整したいなと思います。こういう感じでね、今回は小物でルアーをちょっと復活させるというかパワーアップさせてみたっていうところと、こちら、はい、ペットですね。これペットです。ペットを新しく増やしましたよと。そういう感じの動画です。いいね。秋の釣り楽しんでいきましょう、皆さんで。これ巻くぞー。